苔植物、ヒメツリガネゴケの原子体原子体は苔植物およびシダ植物において胞子の発芽後すぐに形成される構造である。一般的なものは糸状であるがそうでないものもある。普通は種として苔植物のそれを指し以降主にこれについて扱う。それ以外の用法は下にまとめる。原始体は苔植物の胞子が発芽した際にできるもので、 一般的な苔では、糸状に伸び、枝分かれしてその上に、苔本体の芽ができて、やがてこれが成長して、苔の姿になる。生活史の一段階ではあるが、生涯に、これを維持する種もある。苔本体は、炭素の配偶体であり、原子体も、その点では同じである。ただしその形は枝分かれした糸状とは限らず、糸状でもごく短いもの、海上のもの、 扁平な養生のものなどもある。それらは分類群の特徴ともなっている。種によっては液体培地中に通気して大量培養することが可能で、それを用いた応用もある。線類の生活史の模式図左上が原子体杉苔などの線類真苔や甲の苔は最も種数が多く標準的な苔である。この群での生活史では、まず胞子脳内で胞子が形成され、 それが散布される。この胞子は原数分裂によって形成されるので単層である。胞子が発芽すると分裂を繰り返して細長い糸状の構造を作る。これが原子体である。これは細胞が一列に並んだ構造なのでごく細くて肉眼で見えない程度のものである。しかし次第に枝分かれして伸び基板の上を薄く覆うようになる。また葉緑体を持ち。 光合成をする。そのため広がった部分は肉眼でも緑色に見える。やがて広がった原子体のあちこちに目ができて、これが成長すると杉苔などの苔本体ができる。この間、細胞分裂はすべて体細胞分裂なので、原子体も苔本体も核層は単層であり、いわゆる配偶体である。やがて苔本体の上に増生器、増卵器が形成され、 増成期から泳ぎ出した精子が増卵期中の卵細胞と受精し、複層の細胞体を生じ、これが胞子能となる。氷炭ごけの原子体蒸気のような分子死体と上の原子体の場合、その成長段階に2つの層が区別される。原子体は基部細胞が分子する機能を持ち、先端には分裂する超短細胞がある。それらの細胞は発生の初期には クロロネマと呼ばれる型のもので、葉緑体を多く持つこと、それに、細胞分裂によって生じる核壁が、身長方向に対して垂直に入ることを特徴と、する。その後次第に、カウロネマという型の細胞が増え、これは、核壁が、身長方向に斜めに入る。苔本体に成長する芽は、カウロネマから生じる。蒸気のように、 分子を持つ糸状の原子体は種として線類のマゴケアコウのものに見られる。それ以外の群ではかなり形の異なる原子体が見られる。線類はマゴケアコウの他にナンジャモンジャゴケアズナ、ミズゴケアコウ、クロゴケアズナを含む。このうちでナンジャモンジャゴケアズナはこの時点では原子体が確認されていない。なお、マゴケアコウにおいても四葉ゴケ属テトラフィスなどでは 洋上の原子体が形成される。この原子体はまず分子した糸状の原子体が形成され、その上に各部から洋上の構造が作られる形をとる。苔植物とされるものには、仙類以外に苔類と角苔類がある。蒸気のように、原子体は本体が発達するまでの一時的な栄養体であり、苔本体が成長すると消えてしまうのが普通である。しかし、 例えば、ハミズゴケヘポゴネイトムスプニャロスサムは、杉ゴケの仲間でありながら葉を発達させず、地面から放射能だけが突き出したような姿である。この種では、原子体が地表に広がって光合成を行い、苔本体が形成された後もそのまま残って光、合成能のない本体を養う。同様に、長期残存する原子体は、光ゴケ、シスタスティがペンナタにも見られ、 この種は光ることで有名だが、これは原子体に光を反射する仕組みがあるためである。さらにエフェメロプシス・イフェマラプシスという線類は熱帯で生きた葉の上に生育するが、本体がほとんど発達せず、葉の表面にはよく発達した原子体が広がり、その外見は全体が褐色の毛羽だった吸い取り紙のように見える。苔の原子体は、 人工の培地上で培養することが可能で、小さいだけに微生物的に扱いやすい面がある。さらに種によっては、液体培地で大量に培養することも可能である。これを利用した応用的な技術がある。例えば、苔植物を遺伝子資源として保存する、方法として原子体の状態で低温保存することが提唱されている。また、苔類には、 金属元素を蓄積する性質を持つものがあり、これを利用して環境を染源の金属元素を吸着させて浄化し、あるいは資源として金属元素を集めることが試みられているが、古くから原子体がよく研究されている、氷炭苔、け、ナリアハイグロメトリカが鉛や金を吸収する性質があり、それを利用するために原子体を液体通気培養法で大量に培養する方法が、 試みられている。シダ植物の胞子から発芽した状態のものにもこの名が当てられる。シダ植物の場合、原数分裂でできた胞子が発芽して生じる配偶体は全容体と呼ばれ、一般的なシダ類ではハート型などの扁平な養状体である。これができるとき、最初に胞子から発芽してできた細胞は一列に細胞が並ぶ糸状を成す。これを原始体という、 原子体の先端には分裂する細胞があり、そこからやがて全容体を形成するに至る。その他、舎軸もなどでも発生初期に細胞が一列に並ぶ構造ができるなど、同様な構造に対してもこの名を当てることがある。以降、主として岩月編、P13 から14、15から16この項は、伊藤が西田 B 以下、主として岩月、 マダラ監修、P50 から54、西田 A、西田、西田 B。この項は、岩月編、P23 岩月、マダラ監修、P196 以下。主として、大塩岩月、P108 北川、P179、山崎ほか、伊藤がイグ岩助ほか編、P321。ありがとうございます。